チャオゆりこ大河です。皆さんこんにちは。イエイ。今日はねスペシャルゲスト一緒に動画をやりたいと思って、皆さんはねイタリアのチャンネルとかにも見たことあるんですけど、一緒にジャパンインモーションやってるの方なんですけど、有名なチャンネルが持ってて Ask Japanese とコラボすることなので、キャティカットちゃんのレポート、今日は一緒に参加させていただきます。キャティこんにちは。皆さんキャティキャットです。よろしくお願いします。ドイツ人のキャティキャットです。今回イタリアとドイツの違い、日本にあるの違いところをちょっと紹介したいと思います。びっくりしたのは、結構ドイツの言葉があちこちが読めるんだけど、例えば、ね、なんちゃらハイムとかよく家に書いてあるじゃん、なんちゃらハイムって意味はホームって、あのハイムだけど、まあ、ハイムの使い方はドイツと若干違うけど、なんか老人ホームはアイチェンハイムっていうとか、確かにそうで、いろんな、なんか商品とかそう使われてる。お、ごめん、なんか見てる時には嬉しいじゃん、嬉しいよ。あ、ドイツ語だ、わかる。一緒だから、イタリアもそのイタリアの言葉めっちゃ使ってる。建物とか美容師とかめっちゃある、どこでも。ちょっとたまにね、さ、その例えばお店ってさ、ちょっと間違ってるイタリア語があると、めっちゃちょっと直して惜しいよりがちょっと言いたいぐらい、うん、あのここはちょっと違うけどめっちゃめんどくさいよな、めっちゃめんどくさいよな、そうあー、でもそこの中でなんか面白いって最近思ったのは、あの自分の冷蔵庫の中に生えてたソーセージのブランドを取り出したんだけど、今までみんなシャオエッセンって言ってて、これ何の意味かなと思って、なんかカタカナの並びで名前かなと思ってて、よく見たらシャオエッセンって実はドイツ語だった。あ、そうなんだ。そうシャオエッセンはシャオって今度はエッセンって言葉で合わせると、うん、見て食べ物だみたいな感じ。おっそ、マジ。チャオはあの見てって意味で、エッセンは食べ物、それかあの食べ物。ああ、なるほどね。あのプロ、あの多分イタリアの なんだっけ、プロントとかのお店とかあるんじゃん。うん、プロントはね、もしもしという意味だし、あとはあのもう出来上がってるっていうものあるし、あとロッテリア。うん、ロッテリアはね、くじ。イタリア語でくじだよ。お金が終わるところ、くじ。だから、ロッテリアのハンバーガー屋さんとそのマクドナルドみたいなものって一番最初、超びっくりした。あれ？あ？ん？なんか全然違うって思って。でも、一つはね、その間違ってるのところはね、どこから間違ってるのかなって気になってて、ジョージョを見たら、まずはそのジョージョとかいろんなアニメのキャラってイタリア語で喋るときに全然違うイタリア語で喋ってる。なんか間違ってるイタリア語はものすごく多い気がする。あのグッドウォルスの植撃のそばのアルディーニとか、あとはジョージョのやつがディ・モルトベーネは夢になったんだけど、ディ・モルトベーネは、ね、イタリアはないんだよ。それはね、動画を出してたんだけど、ジョージョのいろんな名前の意味は何ですかって説明動画したんだけど、確かにアニメキャラクターを見ると、その何人によってちょっと違うとか、なんかちょっと間違ってるのところはね、こっち、なんかそっちこっちとかあるんだね。グッチがイタリアでね、若いものが着ないんだよ。うん、あ、そこ、ごめん、グッチ、一瞬。グッチは、グッチかファッションのグッチかどっちか一瞬分かんなかった、ごめん。え、何が？え、ファッションのグッチとグッチ言うこと日本語にもある、ごめん、あの聞き間違えた。あ、どグッチの話、ブランド、ブランドだね、ブランド。グッチのグッチを教えてください。グッチのグッチグッチのグッチね。なんかもともとグッチはイタリアだとちょっとおばさんのイメージがあるんですよ。その柄が強いし、そのちょっとリッチなおばさんのすっごくイメージが強かった気がする。なんかそれはお母さんも言われたし、
うん、逆にグッチとか特にルイス・ヴィトンとかグッチは、うん、ほんとそういうものすごく大人な感じ、大人のおばさんちょっとおじいさんの味だねって言ってるなんですけど、日本のグッチはね、うん、デザイナーは違うと思うからめっちゃ可愛い、うん、ものを作ったりとか、やっぱり若いものがねすごくグッチが来てるの人がめっちゃ増えたし、でもやっぱりイタリア人から見ると、うん、あれこれほんとグッチなのって思う。あ、そうなんだ。そう、だからちょっと違うんじゃない、うん、って思ったすごい。じゃあ例えばもしイタリアでグッチの商品を買って、これで日本で歩いたらかっこいいけど、同じ商品でイタリアで歩いたらちょっとなんでおばちゃんのもの着てんのみたいな。そうそうそう、なんでとちょっと使い方は違う、はい、違うかなり、うん、そう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 、アイテムは違う、ね、同じアイテムでもかっこいいかちょっとダサいって感じになっちゃうじゃん。でなんかせっかく高いもの買ったのに。そう、お母さんからすごくなんかドレスからもらって、で結構花みたいのドレスなんですけど、この花の柄ってさ結構おばちゃんが使ってるイメージが多いんですよ、イタリアの方は ね、 でもこっちはね、うん、若いものとか女性らしいってよく言ってるから、なんか来れた時にめっちゃ嬉しかったなんですけど、お母さんがなんでこんなに嬉しいのみたいな、なんか私の気持ちがわからなくてで日本に初めて来た時に、あ、なるほどねって、なんかみんなファッションが独特だなって言ってたんだよ。あ、でもそれが好き、それすごく好きだから ね、ちょっとファッションも、ね、こっちの方が自由ような気がする。まあ、ただイタリアはね、めちゃうるさい、そういうこと、めちゃめちゃうるさい、うん、確かにイタリアはね、すっごくそのファッションの文化はその高いブランドの多いから、正直私はイタリアのブランドはね正直持ったことないぐらいかな。じゃ あ私あと1個思いつくんだけど、うん、オクトーバーフェストって聞いたことあるかな。あ、聞いたことあるよ。なんかドイツの有名なビールの祭りで、そう、10月でやるでしょ。ドイツといえばビールじゃん。そう、ドイツといえばビールじゃん。ビールとソーセージとイケメンとメタルとメタル、有メタルの方が多いかな。なのでやっぱりそのビールの祭りはさ、その世界中の人が集まって、うん、ビール飲んだりとかワイワイするのすごい大事な大きなイベントなんだけど、日本でオクトーバーフェストやりますってサインを見て、わ、すげえと思ってたら5月3月だけど、オクトーバーって単語はオクトーバーは10月じゃん。そう、イタリア語はね、オクトーブレだからめっちゃ似てる。おオクトーブレ、オクトーバーってあー、やっぱり、そこってさ、やっぱり意味がちょっとなくならない？なんか説明すると、なんか10月祭りを5月でやってますみたいな感じで。なるほど。例えばイタリアにやる七夕は、うん、例えば12月にやると一緒気がするよね。そう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 、その感じ、七夕祭り12月みたいな。なんかドイツだと思われてるけど実はちょっと違うなみたいなところ、たまにびっくりな発見があ あるよね。そう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 、だからそれでちょっとカジちゃんと一緒にちょっと話してみたいと思います。おお、じゃ あどこから始まる。一番、あ、でもすぐびっくりしたのは、日本のデパートとか、うん、何でもあるじゃない。でそこで初めて行って、あ、バウムクーヘンがある、ドイツのバウムクーヘンがある、あ、美味しい、すっごい嬉しかった、うん、そう、美味しいし、しかもあるんだと思ってて、実はバウムクーヘンはドイツでそんなにあちこち買えないんだよね。でも日本のどのデパートにもすごいありふれてるなんか商品になってるので、ドイツは実はそんなにないんだよ。じゃあドイツはどこでもあるわけではない、うん、ではない。焼き方が実はすごく細かくて、塗って焼いて塗って焼いて塗って焼いてから、実はあちこちのカフェがそれできないんだよ。そうなんだ。ケーキ焼くだけなので、あ、なるほど、回しながら焼く機会がないので珍しいんだよ。そこまであちこちにいるわけではない。なるほど、ね、作れる場所もあちこち探さないとないから、クリスマスの時にはクリスマスの時にはちょっと買いやすくなっちゃうんだけど、そうじゃない時期には結構探さないといけないから。なるほどね、なるほど、うん、あ、絶対イタリアにもね、ここに売ってるのものはねある気がする。クリスマス、実はそのパネットーネとか、そのパ特別のパンはね、そういうそのクリスマスの時期だけに
あるなんですけど、日本に回ったらちょっとちょいちょい出てくるんだね、うん、そのクリスマスの時期じゃない時にもあるみたい。でもパナソニーだけのお店はないでしょ。あるかな。確かにない。ない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 、うん、あ、私は知ってる間はない。でも確かに日本で、そう、日本はね、ある、あるよね、うん、そのドイツ、そのバン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 クーヘンバンクーヘンバンクーヘンのお店だけあるわ。確かに見たことはある。デパートの中にもある。それびっくりした。なんか一番びっくりしたのはやっぱりもしかして日本にあるバンクーヘンの数が絶対ドイツよりいっぱいあると思う。すごいでもね、それに関しての食べ物はね、私も結構言うことあるんだよ、うん、日本のイタリア料理は全然違うんだもん、そのイタリアとまああれでしょう。あのね、まずはナポリタンはね、日本料理だよ。ドリアは日本の料理。イタリアはね、ナポリタンとかドリア、ドミリアノ風とかドリアとかって言ったらみんなはって何この、これないだよ。私、ま、ナポリタンは確かにあのなんかナポリだからいそう。ナポリだから、そうそうそう。でもナポリに行ったらナポリタンが欲しいって聞いたら多分全然違うものが出てくるかないか。そう、あ、そっか、そう、ない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 、ね、でミラノはドリアとかはもうないから、なんだろう。でも本当、例えばイタリアとか日本にもあるパスタはね、ペペロンチーノパスタですよ。ペペロンチーノパスタは大体どこでもあるけど、うんうんうん、だけど日本はね、そのベーコンがめっちゃ入れたりとか、他の関係ない、うん、その食べ物を入れたりとかもしてるし、その美味しくみたいな感じ、そのリッチな、なんかたくさん味があるようなペペロンチーノなんですけど、イタリアのペペロンチーノはね、ほとんどないよ。そのトマトソースとペペ、そういうすごい辛いやつもしかないんですよ。そう、めっちゃシンプル。日本にしかないイタリア料理ってこと？そう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 。イタリアにないよ。イタリアに。そう、イタリア、そうそうそう、本当。それが一番最初、特にはびっくりしたかな。すごい。でもそこですごい気になるのは、うん、イタリア人としてその食べ物を食べてどう？日本に慣れてしまうと、まあ、全然美味しいとか思うし、まあ、日本だねって思う。でも確かにイタリアンとしてと考えてない。日本ちょっと違う味が。そう、日本のパスタとして食べてるんだよ、うん、ありがとう。でも確かにそれで多分日本人がね、はい、何が本当イタリアとか何が本当ドイツなのか、まあ、例えばイタリアに行ったらこういうものがちょっと違うよって分かるようになってた動画だよね。あ、確かに。ぜひみんなもなんかドイツとイタリアのイメージのものをちょっと違うものがあれば、そう、違うものにもいいし、ビールとピザでもいいし、ちょっと下に入ってくれたら嬉しいかな。コメントでちょっと読むのを楽しみにしよう、はい、あとはね、ドイツの意外な発見があるかもしれない。どれが一番びっくりしたのことはね、ちょっと教えてほしいから、ぜひコメントの方に書いてください、うんうん、あとはまあ何が質問とかあれば全然コメントの方にまた返事しますので、よろしくお願いします。では今回のカティちゃんとね、コラボはできてすごく嬉しいし、カティちゃんは個人パーソナルアカウントも持ってますよね。チャンネル持ってますよね。はい、そう、個人チャンネルも Ask Japanese チャンネルも出てるので、ぜひぜひみんなよかったら見に来てください。 Ask Japanese の方は山地角インタビューで、字幕の日本語とかもよくあるんだけど、日本人にインタビューするし、個人チャンネルはやっぱ英語なので、まあちょっと英語の勉強になれたらいいなって感じかな。あ、いいですね。自分で旅したりとかしてるし、ここの下に、ね、書いてありますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。じゃあ今回ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとう、ゆりこちゃん。楽しかった。じゃあ、また読んでね。ありがとう、ドイツ語は何？ダンケシュー。ああ、聞いた。ダンケシュー。ありがとう、また。ありがとう、ゆりこも頑張って応援してるよ。頑張ろう。私も応援してます。またね。ありがとうございました。グラッチェ、チャオ。バイ。